Truckasex TV on air. We are now live in 3, 2, 1.会議に間に合った。あそこだな。あれは聖護騎士のレンリか。隣の席いいかな。もちろんどうぞ。キリトさん。キリトでいいよ。よろしくな。 じゃあ、キリト、よろしく。僕のこともレンリでいいよ。あ、よろしくな、レンリ。なんとなくだけど、雰囲気が少し優勝に似てる気がするな。そういえば、レンリは聖護騎士だったよな。うん、そうだけど、でも僕は。みんな、 ちょっといいか。魔獣の討伐のため二人派遣したい。手が空いてるやつはいるか。そういうことなら俺が行こうかな。キリトか。よし、一人は決まりだな。もう一人はレンリ。もし空いてるなら一緒に行かないか。レンリ。いや、キリト、僕は。 なんだ、やけにざわついてるけど。いや、お前さんは気にしなくていい。さて、レンリ、キリトからの指名だが、どうする？僕は、いえ、行きます。わかった、頼んだぜ。決まりだな。じゃあ準備をしてからもう一度集まろう。 分かった、また後で。ちょっとキリト、何してんのさ。キリト、とんでもないことをしましたね。何がだ。レンリッチのこと、あいつ全然戦えないんだよ。レンリッチ。ああ、レンリのことか。 戦えないってどういうことだよ。前にレンリッチと一緒だったことあるんだけど、一回も攻撃しないでずっと棒立ち。本当に聖護騎士って感じだったんだから。そうなのか。本当に何も知らないですね。騎士長のおっさんのことだから、 キリト一人でも大丈夫だと判断したんだろうけどさ。せめて一緒に行く人の戦力くらい気にしたらどうですか。周りがざわついていたのはそのせいか。今からでも一緒に行く人を変えたらどうですか。でも本人が行くと言っていたしな。大丈夫だろう。 キリトは気楽すぎだよ。まったく、どうなっても知りませんよ。
よし、この辺りが獣の出没地域のはずだ。うん。ところで、レンリのその武器、面白い形をしてるな。2枚の刃がついてるのか。これは総翼陣だよ。投げて使うんだ。投げて使う。ブーメランみたいなものか。ブーメラン？いや、なんでもない。レンリは聖号騎士だから、それは神器ってことだよな。うん。左と右の翼を失った2羽の身長が互いの体をつなぎ合わせて飛ぶ姿だっていう伝説があるんだ。へえ、2羽の身長か。一心同体の相棒同士みたいな感じかな。相棒か。ん？どうかしたか？いや、なんでもないよ。とにかくこの神器、総翼陣は本物なんだ。それに比べ僕は。魔獣のお出ましたな。俺が攻撃を受け止めるから、レンリは後ろから攻撃してくれるか。わかった。やっぱり無理だ。レンリ、いつもこうなんだ。敵を前にするとなぜか足がすくんで動けなくなる。こうなると分かっていたのに。黙っていてごめん、キリト。そうだったのか。リネルとフィゼルの言った通りだったのか。となるとここは一人でやるしかないか。レンリ、大丈夫だ、俺が行く。
倒したぞ。キリトは強いね。失敗作の僕とは比較にならないよ。な、レンリ、失敗作ってどういうことだ？そのままの意味だよ。戦おうとすると何かが欠落したような気持ちになって、だから僕は聖剛騎士なのに戦えないんだ。それが失敗作でなくてなんだい。でも俺の誘いに乗ってくれたじゃないか。それは僕だってこのままは嫌だ。変わりたいんだ。だから来てみたものの、このありさまだよ。詳しいことはわからない。でも変わりたいという気持ちがあればきっと大丈夫さ。キリト、そんな風に言ってくれた人は今までいなかったから嬉しいよ。レンリ、もう一体いたのか。いや、それよりレンリ、今のは。うん、総翼陣を投げたんだ。でもとっさに体が動いただけで浅い傷しかつけられなかったみたいだ。ないや、十分だよ。一緒に戦おう。体が動いてくれない。ごめんキリト、やっぱり無理みたいだ。わかった、大丈夫だ。一人でやるしかないか。
Ah!
する。ごめん、僕が役立たずなばっかりに。大丈夫だ、そんなこと思ってないから気にしなくていいよ。とはいえ一人で連戦は少しきついな。念のためあそこの岩陰で待機しながら、まだ仲間がいないかを確認しよう。わかった。畑から藁を少し借りてきた。これを敷けば岩場がふかふかのベッドに早変わりだ。快適快適。キリトはどこででも寝られそうだね。ああ、よく言われるよ。レンリも少し体を休めておくといい。ありがとう。なんでだろう、キリトは本当に話しやすいよ。そうか。うん。他の聖号騎士の人と話す時とか、僕はいつも劣等感を覚えるんだ。でもキリトといる時にはそれを感じない。劣等感を抱く必要なんてないさ。さっきの総翼人の切れ味はすごかったぜ。いや、だからこそ情けなくなるんだ。総翼人という最高の人気を生かせていない自分がね。そのせいでアドミニストレーター様からも見限られて、失敗作の烙印を押され凍結されていたんだ。そうだったのか。もし戦いの練習をするなら付き合うから言ってくれ。うん、ありがとうキリト。総翼人の切れ味は本当に凄まじかったな。
聖剛騎士なだけあって、それを操る連理の技量も高い。ただ気持ちの面でその力を発揮できてないんだな。それにしてもこの藁は本当にふかふかだな。本物のベッドのような寝心地で、このままだと。キリト、キリト。寝ているところごめん。魔獣が出たんだ。あ、いや、こっちこそすまん。いつの間にか眠っていたみたいだ。魔獣が、しかも2体か。一人で2体同時に相手するのは厳しい。レンリー、片方を任せていいか。無理だよ。さっきの僕を見たでしょ。足が動かないんだ。僕を凍結したアドミニストレーター様は正しかったんだよ。キリトだってそう思うだろう。僕は役立たずの聖剛騎士だって。来る。どうしよう。分かった。レンリは戦わなくていい。うん。一人で倒せそうってことだよね。いや、難しいな。片方の相手をしている間にもう片方に背中からやられるのがオチだ。え？じゃあどうするの？いいか、レンリー、よく聞いてくれ。知り合ってからまだ日は浅いかもしれないが、俺はレンリーのことを、その、友達だと思っている。友達？そうだ、俺の親友と雰囲気が似てる気がして、どうも他人には思えないんだ。レンリーからしたら勝手な話だろうけど。キリト、いや、嬉しいよ。だからレンリー、今聖剛騎士として戦わなくていい。ただ友達として俺の背中を守ってくれないか。友達として背中を守る。さあ来い、俺が相手だ。同時は厳しいな。早いとこ一体を倒さないと。まずい。このままだとキリトが。失敗作の僕にできること、戦うんじゃなくて守る。友達の背中をキリトを守るんだ。レニー、待たせてごめん。キリト、友達だと言ってくれて嬉しかった。まだ怖いけど、君の背中は僕が守るよ。なあ、一緒に戦おう。
Yeah.
Yeah.
やったな。レンリーのおかげだ。ありがとう。いや、キリトのおかげだよ。キリトが僕を奮い立たせてくれたんだ。レンリーは自分で立ち上がったんだ。守ってくれて助かったよ。キリト。あ、まあ、なんだ。お互いに褒め合うのも照れくさいだけか。確かに。魔獣がまだいないか、もう少しだけ確認したら本部に戻ろうぜ。うん、そうしよう。というわけで、レンリと協力して獣を討伐してきたよ。そうか、二人ともご苦労だったな。とりあえずゆっくり体を休めてくれ。これからもよろしく頼むぜ、レンリ。はい、ありがとうございます。精一杯頑張ります。今の話、レンリッチが戦ったって本当なの？嘘でしょ？だ、なんだお前ら、聞いてたのか。本当だよ。嘘ついてもしょうがないだろ。レンリーが背中を守ってくれたから戦いやすかったよ。キリト、僕もだよ。へえ、嘘じゃなかったんだ。ファナティオ様の時といい、キリトってつくづく人を変えるんですね。じゃあレンリッチにはこれからどんどん働いてもらわないとね。今までの分を取り返してもらいましょう。うん、頑張るよ。そんじゃあね。ではまた、さよなら。あいつら好き勝手言いやがって。言い返してもいいと思うぜ。ありがとう。でもいいんだ。これまで戦えなかったのは事実だからね。改めてキリトには感謝するよ。本当にありがとう。キリトといると今まであった欠落感が和らぐ気がするんだ。自分に欠けているものは何なのか、僕はそれを見つけたい。レンリー。ああ、なくしたものを一緒に探していこう。